I'm been shooting a gun on Kosa Kosa Banashi. Kosa Kosa Banashi. Yeah. 番組の最後は鬼がつくことわざを紹介します。Oh, yeah. 今回ご紹介するのがこちら。Oh, yeah. カノン。ガキの断食。ガキの断食。はい。これね、当たり前のことなのに特別なことをしているように言うという意味ですね。ああ、そうなんですか。はい。まあ、見栄っ張りみたいな。見栄っ張りとかそういうことなの？ガキはまあもともとね、飢えているから、はい、うん、まあ断食っていうかなんていうかっていうことなんでしょうね。そういうことですね。はい。まあ、わざわざちょっと言うみたいな。それわざわざ言う必要ある今みたいなね。まあ、空気読めよみたいなこともね、時にはね、ありますけど、なんかちょっと最近、なんかやられてることあるんでしたっけ、島田さん。いや、まあ、最近、はい、俺、はい、唐揚げ食べてる。昨日も唐揚げ食べた。マジっすか？すごくないっすか？花井くんなんかある？僕ですか？これほんと すんごいめちゃくちゃすごいことだと思うんですけど、朝起きるじゃないですか。起きるね。歯磨く。あ、すごいよ。だってしない人もいるもんね。ですよね。夜だけにする人。でもエチケットって大切だもんね。そうなんですよね。確かにそう。ああ、だからそれやんないと一日始まんないっていうか。それでは、俺なんか。マジっすか。絶対花井くんとかやってないんじゃないかな。マジ。トイレに行く。すげえ。しかも、だいたい一日2回。すげえ。大きいのが出る。うわあ、それはすごいわ。な、2回ですか、僕。2回。1日2回出る。2回出る。僕が最後にしたの、4年前ですよ。すげえわ、下野さん。病院行くか。あの、もう、ほんと、食ってないからね。そうっすね。そうだね。これちょっと今回テイストが違いましたね。ちょっと今なんて言うかな、改めて言うこっちゃないけど、今すげえ反省してる。あ、でもノーカットだからきっと。あ、でもね、しょうがないですよ。故に反省してるって言っておく。さあ、これでね、また一つ鬼に詳しくなりましたし、下野さんのね、そういう事情にもね、詳しくなりましたね。次回はどんなことわざが飛び出すんでしょうか。本編終了後のコソコソ話にご期待ください。下ネタだよ。それではお時間です。